はい、皆さんこんにちは、はるです。本日ですね、2度目の、動画アップになりますよね。まあ1度目が朝3時ぐらいに足脱毛の、行ってきたよっていう動画を上げたんですけれども、今回2度目、今日2度目なんですけれども、多分3時の時点で今日私ジムにいじるんだって言ってたと思うんですよ。それがですね、ジムにいじるどころかですね、これ、わかります？これ雨なんですね。もう表は雨なんで、いじれなくなりましてですね、はい。で、急遽ですね、よいしょ、ちょっとね、相変わらず足の踏み場がここにセットしまして、はい。なぜここまでキッチンまで持ってきたか、いや、ここが一番明るく撮れるんです。はい。でですね、用意してますよ。こちらをやりました。楽塗りツヤカラーですね。根元からムラなく染める、これをですね2つ使いまして、はい、今日は全体的に染めてみました。全体的に染めました。もちろん白髪も染まっていますけれども、もうね、私ね、多分やらない。今までは毛染めでこういう白髪染めの生え際とかでやってればすごい楽しかったんですね、やってて。だけどこれもう全体染めたらもうなんか途中でも嫌になってきちゃってだからまあ、もし次回はもうパーマ屋さんで染めてもらおうかなと思ってますね。はい。まあ数ヶ月の間自分でやってたんですけれども、うん、なんかだんだん面倒くさくなってきちゃったっていうのがまあ事実なんですけれどもね。はい。でですね、また話は変わりますけれども、今日ですね、あれですよね、体重チェックの、2月のちょうど中間になったので、これから体重チェックをやってみたいと思います。太ったかな、ちょっと、乗ってみます、これから。はい。それではこれからちょっと準備して体重計の方に、行きたいと思います。それではまたです。はい。それではですね、毎度のことながらこのままノーカットでやっていきたいと思います。しかしそれともう一つ、また毎度のことながらですね、この顔の色とこの肌の色がなんでお前はこんな違うんだと自分で、この化粧がやっぱしこう濃いのかと、やっぱしこう爪でガッてやるとなんかこうブルドーザーで、土をこう描くように化粧が取れちゃったりなんかしちゃったりなんかしてはい、ということでですね、これからですねノーカットで塗っていきたいと思います。はい、いきますよ、ノーカットですよ、じゃん。はい、では入れますよ、乗ります、じゃん。あれ、なんかある、なんか足元になんかある。はい、いました、 56.9 キロ、56.9 キロです。前回よりもまあ、ちょっと今一回これ、もうこのままじゃちょっとこれ汚い撮る場所が限られるのよね。うちはですね、撮る場所が限られちゃうんですね。しかし本当この顔の色が真っ白じゃないか、お前はどれだけ視聴者をさあもうごまかしてんだと。はい、もうお叱りの、もう本当にもう嫌でしたらチャンネル登録解除していただいて結構です。なんか私自分で思っちゃうから、本当に真っ白だね、これ本当に。みんなこの画像、動画でしか皆さん見てないけど、これリアルだったらすごいやつだよきっと私これ林道でさ、この顔でジムに乗ってて、夜中でもあったら、なんかみんな次の日の YouTube やってる人はなんか
どっかで亡くなったジムニーの女の霊が出た書かないでね、私です、はい、宇都宮ナンバーのジムニー私です、白いジムニー私です生きてますということでちょっと着替えちゃいます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ですね、2月のですね、まあ、皆さんいかがだったでしょうかっていうか、もうこれ自分のためなんで、まあ、コメ欄開けないんですけれども、マイナス5キロですね。マイナス 0.5 キロ。2月の1日と比べて、ちょうど半月で、マイナス 0.5 キロ。56キロ台に、なんとか入りましたね。はい、まあ、一応計画ではですね、3月では56キロ台をキープしていって、いく感じなんですね。毎月1キロ落としていく感じでやっています。はい、で、まあ、3月56キロ、まあ、4月あたりには、うん、まあ、55となると、前回55まで落として、結構ね、ガリガリになっちゃうんだよね。うん、だから56キロ台でもしかしたら今回止めるかもしれないです。はい、ということでですね、春の、2月の今日は16日、体重のチェックでしたね。はい、それでは皆様、良い、週末を、日曜日をお過ごしください。バイバイ。ありがとうございました。